者、政治家。デルンブルクと表記されることもある。ヘッセン大公国のマインツに生まれる。父やーコップは後に大学教授にもなった有能な弁護士であった。ユダヤ系の生まれながら1841年には家族揃ってキリスト教の洗礼を受けている。21歳にしてギーセン大学において博士号を得るとベルリン大学に移って 研究を続けたが、健康上の理由から一時大学を退き農業に従事する。しかし、1851年の末にハイデルベルク大学教授候補となると、移行順調な研究生活を送り、23歳にして初めての講義を行う。デルンブルヒは教授候補わずか3年にして1854年に、 チューリッヒ大学助教授となり、半学期を経過し25歳にして、聖教授となる。以来55年にわたり、大学で教弁をとる。ドイツ法学において一世を風靡したベルンハルトビントシャイトが教授の地位につくのに7年を要したことからすれば、異例の出世であった。デルンブルヒの先行は、ローマ法であったが、チューリッヒの地において、彼は社会的地位を得るとともに、 その学問の基礎も固める。ローマ法の学理がそのままでは、スイス国民の実情に適合しないことを直視すると、共に理論のための理論ではなく、実際生活上の利益のために、ローマ法を一つの道理として利用すべきことを説いたので、ある。1862年にハレ大学に移り、1866年には、同大学の代表者として、貴族院に派遣される。 1873年ベルリン大学教授となり、貴族院議員にも就任。ドイツ民法典の制定においては、1888年の第19回放送会において、自疫権及び相続回復権の問題につき、ビントシャイトを中心とする第一総案への反対演説を行い、成功している。学説としては極端に走らず、中央を取る傾向が強く、 形式論理よりも実際生活上の問題を重要視し、あくまでも客観的な法文の論理形式に従った解釈にのっとりつつも概念法学に陥ることなく商業上の実用と社会の理想との調和を模索した。そのため、当時のロマニステンの代表的人物としては珍しく、ゲルマニステンからの批判にはほとんどさらされていない。ローマ法における七権の研究は、 ビントシャイトやエミール・ゼッケルからも第一級の研究であると評価されている。ドイツ民法においては任意婚姻制の導入など、テルンブルヒの修正意見は直接にはほとんど採用されることはなかったが、その学説は第二草案をはじめとしてドイツ民法典全体に顕著な影響を与えたものと評価されている。聴衆を圧倒するような名講義をするタイプでは、 なかったが、容易周到な著述によって学生に最大の人望を有し、教科書はビントシャイトのそれに比して、豊富な説明がより学生向けとして支持された。日本民法典の起草者である、ホズミ重ブシゲもベルリン留学中にデルンブルヒに支持しており、梅健次郎、富井正マサキもまた著作を通して、デルンブルヒ学説に親しんでいた。このため、三者ともに、 日本民法の研究に必須の文献としてデルンブルヒの著作研究を推奨している。ベルリンにて没。亡きはシャルロッテンブルクビルマースドルフクの墓地に葬られている。政治家のベルンハルト・デルンブルクは追いにあたる。ありがとうございます。